はい、こんにちは、フロリダからです。今日はこの私の車、ポルシェ GT4 2016年ですね、これを紹介したいと思います。まずこの車、チューニングしてるかどうか、ストックではないですね。やってるところはエキゾースト、インテーク、コンピューターチップ、それによって50馬力ホースパワーが上がります。50馬力ということはどういうことかというと、皆さんあんまり経験がないからわからないと思うんですが、50馬力、同じ車 GT4 をストレートまっすぐ行くと、チューニングしてある車に抜かれるぐらいの差があります。そのぐらいの差がありますね。それでは順々追ってやってるところを見ていきたいと思います。それからこの車の、まあ、悪いところはほとんどないんですが、いいところばっかりを取っていきたいと思います。よろしく。次はこのペダルです。ペダルの中なんですが、これが当然ブレーキですね、クラッチ。私、まあ、買った時はこのブレーキとクラッチのこの高さというか、このあれが平行に並んでるんですが、私はもう一つこの上に同じものをつけまして、まあいろんなショップでやってくれるんですが、これを手前に持ってきます。だからこれとこれのこの距離が、こっちの方が手前に持ってくるようにセットアップしております。まあ、なぜこれが手前に持ってくるようにセットアップしなければいけないのかということは、まあそれ人それぞれにセット乗ってシートポジションを決めるあれが違うと思うんですが、クラッチは一番奥まで踏まないといけないので、それをこれをつけないとシートをかなり前に持っていかなければいけなくなってしまうので、そうするとこのブレーキがすごい手前すぎるとか、いろんな症状原因が出てくるので、そういうふうなあれにしております。当然この人は消火器ですね。続いてこの車の中、これが当然ミッションです。それでこれが、スポーツというなんですか、これを押しますとライトがつきます。そうしますとシフトダウンの時に回転数をコンピューターがオートマチックに合わせてくれる役目をするわけなんです。そうするとヒール&トーンが使わなくていい、まあ、使いたい方はこれを切ってわざわざヒール&トーンの練習するような方もいますが、大体の方はこれをつけてます。ついてこれはピント合ってるかな、これを押すとマフラーのマークがついてますね。これこの前の動画で挙げたように、これがバルブをオープンしたりクローズしたりするものです。でこちら、これショックのマークがついてます。これをオンにするとショックが硬くなります。まあ走行会の時はこの1、2、3を大体入れています。当然私の車は6速。ピント合ってるかな ?6 速。ナビゲーション。メーターですね。車のステアリングホイールポルシェあるんですが、走行会の時こういうボタンを、これ取り外しできます。こういうボタンをつけております。それでこれをプッシュしてトーク離しているんです。プッシュトーク、プッシュトーク、ステアリングから手を離さずにプッシュトーク、こういうものを使っております。はい、これがそのアンテナになります。コミュニケーションのアンテナになります、レディオ。それから後ろを通してこういうブルーのハーネスを通してハンドルまで持っていきます。それでこのような見えるかな、ラジオでやります。だからピットの人たちはこういう装備をつけて、ラジオを腰にベルトにつけて話すようになってます。コミュニケーションと言いましたが、例えばこういうふうにヘルメットを装備したら、私の場合ここにありますので、それをヘルメットのここに、これでコミュニケーションが成立になります。このワイヤー1本ですね、このワイヤー1本でコミュニケーションになります。あとタイヤなんですが、私は走行会に出るときはもうスリックタイヤ、プッシュの R7 を履いてるんですが、これは20インチでも、今使うレーシングタイヤは19インチなんです。まあほとんどのレーサー
本当のレースの方は今18インチだと思うんですが、18、なぜ19かというと20インチその当時レーシングタイヤなかったんですよね。19が最高だったんです。でも大体の人は18使っています。18つけるにはこのキャリパーが当たってホイールに当たってしまうので、このキャリパーを変えなきゃいけないんですね。そういう大掛かりな仕事をしないと18。でもかなりタイヤのチョイスはいろいろチョイスがありますので、そちらの方が値段も安いしチョイスがあるし、18が結構今でも主流だと思うんですが、まずはですね、アメリカの走行会トラックデートによって必要なものというのはおかしいんですが、必要なものかそうでないものを紹介したいと思います。まずはヘルメットですね。こういうのあります。私の使っているのはこういうスティーロというものですね。皆さんご存知だと思うんですが、これはオープンフェイスになっています。なのですごい楽、まあラリー WRC のほとんどの9割の方がこれ使っていると思うんですが、なぜこういうものを使うかというと、マイクロフォン、スピーカーが中に内蔵になっています。これによってコミュニケーションが取れるわけですね。隣のパッセンジャーの人と例えばコミュニケーションを取るとか、ピットの人とコミュニケーションを取るとか、そういうようなあれになっております。もう一つ私が持っているのがこういったフルフェイスです。フルフェイス、でもこういうフルフェイスのいいとこ悪いとこはここしか視界が見られないんですね。安全は特に安全ですよ。これはすごい安全ですが、しかしすごいロードレースみたいなのはいいんですが、先ほど紹介したこのオープンフェイス、ラリーに持ってる人はいろんな角度を見るわけですね。それなのでだいたいそういう意味でこれを使っていると思います。フロリダみたいにこういうのはあるとすごい楽でないですね。暑いし、まあ安全なのはこっちは安全ですよ。ものすごく安全です。だから普通にやる人はこっちおすすめだと思いますね。さあ続いてシートベルトいきましょう。シートベルト、普通のトラックデート、こういうのでトラックデートやってもいいのですが、これでやりますと普通のまあ入門したての方はこれで十分だと思いますが、しかしこのシートベルトの悪いところはブレーキしたり横地をかけたりすると体がすごいこういうふうに動くわけですね。それに対してこうその体をまっすぐ元に戻しておく戻しておくというふうに戦わなければいけないということで、あまり集中ができないような感じになってます。でもしこれのシートベルトでクラッシュした場合にどうなるかというと、頭は体の 10% の重さがありますから前に行きます。前に少し動きますね、体ごとが。エアバッグが開くのでエアバッグでキャッチされるということです。でもその後がこうどっちかに動いたりこういうふうになったりするのがどっかに当たるということが考えられますので、なんて言うんでしょう、私はこれは使っていません。では実際にヘルメットかぶってみましょう。こういう感じでヘルメットをかぶります。で私が今使っているのは何を使ってやるかというと、こういう6点式になります。6点式のハーネスですね。これをつけて走行会に出るのもよろしいんですが、これだともう体はほとんど動きません。なのでブレーキしてもコーナリングでも体動かないので、かなり集中前にできると思いますが、そういうことですね。でこの6点のシートベルトをしたおかげで体はホールドできます。しかしこれもまた、ミスがありまして、このままクラッシュとかアクシデントを起こしてしまいますと当然体は動きません。なので頭だけがこう動くような形になります。頭が動くということは頭が前に持ってかれるので、この首の骨と背骨のこう伸びてしまうという、そういうダメージが起きることがかなり多くあります。そこで
アメリカのいろいろなクラブがほとんど今リクエストされるのがされているのがこういうハンズデバイスです。じゃあこれをどうしたらいいのかということは、こういう金具ヘルメットついてると思うんですが、これにこうかけてガチャッと、よく車のレースで見てると思いますが、こういうふうなあれですね、これをリクエストされます。じゃあこれをどうしつけるんだということになりますね。こう後ろを通してこれを先ほどのここにつければいいことです。両方ありますので右と左でつけますね。その6点のシートベルトをその上にかけて縛りつけるわけなんです。これをほとんどリクエストされるのはどういう意味かというと、さっき説明した通りこれでよろしいですね。これでもアクシデント起きたら体は前に行きます。でもここでこのベルトが頭が前に行くのを抑えてくれるわけなんです。ここで止まるわけなんですね。だからこの首の骨と背骨をダメージするのを防ぐ役目をするわけなんです。それでこういうのがリクエストされるわけです。これでお分かりいただけましたでしょうか。これがアメリカの壮行会の準備するものですね。大体がこういうものがリクエストされます。それでは次行ってみましょう。これは予測なんですが、これは6点式のハーネスシートベルトを使っていますよね。この前使ってたのが私が8点式になります。まあ6足にあと2つ足すものは何かと言われると、これがショルダーベルトになりますが、こういう風になっているんです。まあ、どういうやつかというと、ショルダーベルトにハーネスをこう挟む感じになりますね。これ今ラリーの人でもこれ使ってる人が多いんかと思うんですが、挟むタイプになります。挟んで下で締めて上でなおかつ締めるというタイプになりますから、これはかなり強烈でほとんど動かない、ハンドデバイスの効きも 100% 言っていいぐらい何もずれないという感じなんです。悪い点は乗り降りが大変、一回セットして、あ、何か忘れたということでまた外さなきゃいけない、またセットしなきゃいけない、結構めんどくさいですね。これがまた、それが1点です。ここでいろいろ言ってきましたが、私はプロではありません。素人ですので、私の経験したことからアメリカでのトラックデート壮行会ですね、それはこういうものが必要になるということを話しただけで、まあ日本もそうなんですが、アメリカも壮行会にはもうセーフティーがナンバーワンです。何があってもセーフティーナンバーワン。壮行会はレースではありませんので、皆さんそのことを十分頭に入れて楽しんでくださいといつもミーティングで言われます。これが皆さんのためになれば幸いなんですが、これは私個人の考え方であって、皆さんは自分なりに自分たちのセーフティーで壮行会を楽しんでいただければ幸いです。それでは、では閉まってみましょう。私はここにいますよ。